くだらん、全く無駄な時を使ってしまった。ん？あれは確か養老族の狼。狼の群れがなぜこんなところにいる？狼どもめ、さてはつまらん獲物でも見つけたか。当たり前だ。くだらん。そこの狼、待て。ああ、てめえ犬っころの兄貴だな。ちょうどいい、俺と勝負しやがれ。なんだよ、面白そうだね。狼の兄さん、あたしとも遊んでおくれ。なんだ貴様、邪魔をするな、消えうせ。まあいいじゃないか、殺生丸の旦那、邪魔なんてしないから、あたしにも遊ばせておくれ。てめえはカグラ、ちょうどいいぜ、二人まとめて葬ってやる。上がってきやがれ。叩き伏せてやろう。この攻撃からは逃げられねえよ。いざいざ、一本目勝負。刀を振りこなえ、刀を振りこなえ。やて、これが真の姿だ。雑魚、雑魚は逃げろ。刀を振りこなえ。威勢のいい割には弱いな。養老族、くだらん奴だ。カグラ、奈落に伝えておけ、次は貴様の番だと。威勢がいいね。まあ一応そう伝えておくよ。当たり前だ。くだらん。貴様は妙だ。こんなところで何をしている？ああ、殺生丸様。別に何でもありませんですじゃ。大方。その岩の中に何かあるのだろう。この殺生丸に隠し事をするか。ああ、いや、その参りましたの。いざいざ始め。
くだらん。あれは催眠症とか言ったか。どうやらこの殺生丸に用があるらしいな。雑魚どもひねりつぶしてくれる。いざいざ、はじめ。この殺生丸相手にこのような雑魚を当てるとは。ん？これは紫魂のかけらとか言ったか。しかも3個。興味はないが、餌になるかもしれんな。くだらん。貴様は犬夜叉といた女だな。父は言っていた。最も危険なのは人間に化ける妖怪なのだと。殺生丸、お前を退治してやる。女、貴様が弱い人間だとてこの殺生丸容赦せぬ。それを分かって言っている。さすがにそこらの妖怪とは違う。私だって妖怪専門の退治屋だ。このまま引くわけにはいかない。退治屋だと笑わせてくれる。いいだろう。この殺生丸の誓い思い知らせてくれる。ザコめが一気に叩く。いざいざ、一本目勝負。刀の振りこなえ。刀の振りこなえ。はっはっは。刀の振りこなえ。はっ。刀の振りこなえ。はっはい。は消えろ。真の姿だ。はっ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 。開いた。はっ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 。ザコは消えろ。はっはっ。ザコは消えろ。はいはいはい。ここだここだここだ。行くよ。これが真の姿だ。ザコ。妖怪退治は私の仕事だ。くそ、人間の女ごときにこの殺生丸がやられるとは。どう？これが退治屋の実力だよ。これからは人間だと思って甘く見ないことだね。
雑魚めが。一気に叩く。いざいざ。一本目。勝負。刀の振り子なれ。刀の振り子なれ。刀の振り子なれ。はい。刀の振り子なれ。刀の振り子なれ。は。刀の振り子なれ。は。は。は。刀の振り子。刀の振り子。これが真の姿だ。刀の振り子なれ。は。は。決着。勝者。殺生丸。退治屋だと。笑わせてくれる。人間ごときがこの殺生丸に勝てるとでも思っていたのか。まったく愚かな。ん？かごめちゃん、逃げて。この後になっても仲間を思いやるか。かごめ。あの女は犬夜叉も一緒かもしれない。当たり前だ。くだらん。おい、そこの女。あんた殺生丸、一体何の用よ。お前の近くには必ず犬夜叉がいるようだが、しばらくおとりになってもらうぞ。いつでも一緒にいるわけないじゃないのよ。大体あんたね。カゴメ、やはり殺生丸てめえ、カゴメに近づくんじゃねえ。ここまでうまくいくとは愚かなやつよ。この殺生丸が二人まとめて始末してやる。愚かな奴だ。覚悟しなさい。いざいざ。一本目。勝負。刀の振り子なれ。刀の振り子なれ。消火せよ。はっはっ。刀の振り子なれ。はっはっはっ。刀の振り子なれ。はっ。刀の振り子なれ。犬夜叉お願い。俺に任せろ。これが真の姿だ。刀を振りこなえ。殺生丸、汎用のお前に負けるはずがない。くだらん。二人がかりでこの程度か。貴様らこの殺生丸の敵ではないわ。当たり前だ。くだらん。